ルサイドラインというよりこういうジャケットなんですが、その当時の在籍メンバーの子供時代の写真なんですね。で裏がその現メンバーの今の写真でこうなってまして、この時連動キャンペーンやってまして、これとこれをあの同じ人結びつけなさいクイズっていうのやってたんですよ。それをハガキで送って全員当たった人にこあのおにゃんこメンバーのプライベートグッドプレゼントというキャンペーンやってたんですけども、一体当たった人いたんでしょうか。そういう感じの番組でございました。第2部リクエストタイム、すいません、どうもありがとうございました。この後も大きい回します。